皆さんこんにちは、飯野陽介です。いつもウィークリーコーチングウェビナーをご覧いただきありがとうございます。今回はですね、冬季2023というね、新春特別企画をお送り、引き続きお送りしたいと思います。さあ、いよいよ今回で最後になります。この冬季2023でございます。簡単にね、振り返ってみると、第1回で一番下のところですけれども、やりたいことを書き出そうということを考え、現状のその最適化を超えた外にね、望む未来を設定するということをしてきました。そして左上に行って2番、書き出したものを仕分けようということで、必ずやるっていうものを選んでみよう、仕分けてみよう、そんなことをお話ししました。そしてその上3、仕分けたものを2つに区分しようということで、肯定もの、反復もの、そんな2つをね、お示ししながら、それぞれに行動っていうものを書いていこう、そんなことをお伝えしました。そして右上に行って4ですね、登記しようということで、いよいよ自分の未来の可能性を今企て、そして投げる、そんなことをしてみよう。そして見えした、行動しようということを前回お話をしました。とにかくもう仕込みは流々ですから、あとはもう仕上げるだけということです。さあ行動しようっていうのを前回お話ししました。今回はその総仕上げとして登記を更新しようというお話についてお伝えをしたいと思います。よろしくお願いいたします。今回はですね、こんな感じですね。登記内容はどんどん変えていいっていうことです。実は今までいろいろやってきました。そうするとどうしても、なんていうかな、それにこだわってしまうっていうんですかね、なんかこう書いた通りにやらねばならないみたいな、そんな風に思う必要は全くないですよっていう風に言いたいのが今日この趣旨です。なぜかといえば、あなたは日々進歩しているからですよ。昨日のあなたと今日のあなたは違うんですよ。昨日のあなたにとってはこれまで作っていたものがベストだったとしても、今日のあなたにとっては違うベストがあるかもしれないわけですよね。なのでそこはどんどんためらうことなく変えていっていいですよっていうことですね。書いた内容が以前はこれでいいと思ったものであったとしても、今の自分にはなんかちょっとふさわしくないなと思ったら、そこは遠慮なく変えましょうっていうことですね。ご自身の進歩に合わせて登記内容も進歩させましょうっていうことです。それが今回言いたいこと、この登記を更新しようということで言いたいことの一番の眼目です。ただしなんです。ここが大事。登記の更新が必要かどうかはですね、望む未来をすでに叶えているあなたの感覚で判断しましょうということで、誰を基準にするのか、今のあなたの感覚を基準にするんじゃないっていうことですね。望む未来をすでに叶えているあなたの感覚、これもう何度も出てきました、このシリーズの中で。そして自分軸5つの法則の中の第2法則としてね、これ出てきますけれども、この望む未来、あとはこのシリーズの中で言うと予祝という場面で常にこれが出てきますよね。望む未来をすでに叶えている未来のあなたの感覚、すでにもう達成していますっていう、叶えています、そのあなたの感覚で判断しましょうっていうことですね。うん、それが大事です。2階にいるあなた、今あなたが1階にいるとしましょうか。で、2階に行こうとしていますとするじゃないですか。で、その2階に上がっているあなたにとって今必要なのは、あ、これだ、これじゃない、2階にいるあなたで判断するっていうことです。例えば今中2階にいて、もう少しでこう2階がだんだん見えてきた、ちょっと背伸びすればフロアが見えるぞみたいなところになった時に、あれ、今もしかして必要なのはこういうことなんじゃないかっていうのは、2階にいるあなたの感覚で判断するっていうことですね。1階にいる感覚で判断するんじゃないっていうことです。そこをぜひぜひ間違えないようにというのかな、ここをしっかり保ってさえもらえれば、大きく外すっていうことはないと思います。この望む未来をすでに叶えている自分の感覚で判断するっていうことが当たり前になると、迷うっていうことがおよそなくなります。全てのことが一発で判断できるようになります。なので、この感覚っていうのはぜひね、今回をきっかけに身につけてもらえると、将来のためにものすごく役立つんじゃないかなというふうに思います。
そして最後にちょっとお伝えしたいのが、この期日にこだわらないっていうことなんですね。あのもしかしたら、まあこれね、当然当期2023と言ってますから、2023年の末までに何をするみたいなところを、最終的にはこう皆さんここまでのワークを通して考えてきたと思うんですけど、その期日にもこだわらなくていいですよっていうことをここでお話ししたいと思います。ただしですよ、そういった時に何を考えましたかっていうのをやっぱちょっと振り返ってみてほしいですね。僕が言いたいのはこういうことなんです。勢いのままにどんどん前倒すっていうことですね。うん、期日にこだわらないって言った時にどうでしょう皆さん。あ、期日に間に合わなくてもいいのねっていうふうに思いました。そうじゃないですよっていうことですね。むしろどんどん前倒しましょう。勢いのままに、流れに乗りましょう。追い風の時はどん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 進みましょう。いや、計画ではここまでだからもうここで一旦やめようよ。次は明日でいいや、来月でいいや。そう思わないっていうことです。流れが来てる時はどん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 前倒して進んでいっちゃいましょう。それをここでは言いたいということですね。そしてもう一つ、ここがもしかしたらピンとくる人には来るかもしれません。期日を守れないっていう時は当然あるでしょう。でもポジティブであり続けるっていうことですよね。人はそもそも完璧じゃないわけです。期日を守れなくても、なんかそこにね、できなかったみたいなマイナス思考に陥ってしまうと、すごくね、せっかくこう80点取れているのに、20点足りなかったっていう、こうできなかったところ、足りなかったところに目がいってしまうっていうのはものすごくもったいないことですね。80点取れたなら御の字ですから、むしろできたところ、期日を守れなくては守れなかった、あと3日足りなかったとか、そっちに目を向けるんじゃなくて、ここまでちゃんとできたじゃないのよ、そっちに目を向けましょうと、完璧病を手放しましょうということですね。そうした上で次はこうするっていうのを直ちにやっぱり自分に対して言葉かけをして、そこからもう一度自分を熱量高く次の行動に移っていこうっていうことですね。一喜一憂しない、そんなためらっている暇はないし、くじけている暇もないですよ。まだまだ先は長いんですから、とにかくこんなところでへこたれている場合じゃない。次はこうしよう、気持ちを切り替えてポジティブに、またもう一回次のアクション、次の行動、次の所作を愚直にしていきましょう。なんかそんなこともね、この冬季の更新ということの内容としてお話しできればなと思いまして、最後こんな話をさせていただきました。ということで今回は冬季を更新しようという内容についてお話をしました。ありがとうございました。さあ、そしてこれでいよいよですね、この冬季2023の全ての内容が振り返る、全ての内容を終えることができたということですね。やりたいことを書き出そう、書き出したものを仕分けよう、仕分けたものを2つに区分しよう、冬季しよう、さあ行動しよう、そして今日の冬季を更新しよう、この6つの段階を経てですね、ぜひこの2023年、今年をですね、いい、いわゆる、まあ、ありていな言葉を使って言えば1年の計ですね、それをしっかりと作っていただいて、なんかその通りにね、本当に実現していくって僕は確信しています。なのであなたもぜひ、自分はそれをできるんだ、これを本当に叶えているんだ、達成しているんだっていうことを確信してほしいんですよね。それがこの冬季2023の一番の狙いであり、願いであり、目的です。で、これを本当にできればね、後から振り返った時に、あ、なんか2023年が本当に自分の人生の転機だったな、そんな風に思える1年にしていただけるなら、これに勝る喜びはありません。冬季2023、一連のシリーズね、全6回にわたりまして、ご視聴いただいた方、本当にありがとうございました。この動画が何かのね、参考になれば本当に嬉しいと思います。また別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。